ジョー・フレイジャーはアメリカ合衆国のプロボクサー。相撲吟醸と称される機関車のような突進力とスタミナを備え、リズミカルに状態を揺すり、相手の攻撃を避けながら、クラウチングスタイルからの左フックを得意とした。モハメド・アリをプロキャリアで初めて敗北させたボクサーでもあった。息子のマービス、娘のジャッキー、甥いのロトニーもプロボクサー。 1964年、負傷したバスター・マシスに代わって出場した東京オリンピックで金メダルを獲得。1965年8月16日、プロデビュー。1967年、6連勝を果たし、リングマガジンファイター・オブ・ザ・ヤーに選出された。1968年3月4日、内作・サック・ニューヨーク州公認世界ヘビー級王座決定戦で、 バスター・マシスと対戦し、11回小勝ちで王座を獲得した。1969年2月16日、ジェリー・クオーリーと対戦し、7回 TKO 勝ちで4度目の王座防衛に成功した。この試合は、リング・マガジン・ファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。1970年2月16日、ジミー・エリスを4回子で破り、WBA 王座を吸収するとともに、 空位の WBC 王座を獲得して、統一世界ヘビー級王座につく。1970年のファイター・オブ・ザ・イヤーに選出された。1971年3月8日、モハメド・アリと対戦し、15回判定勝ちで2度目の王座防衛に成功した。この試合は、リングマガジンのファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。また、1971年のファイター・オブ・ザ・イヤーに、 選出された。1973年1月22日、ジョージ・フォアマンに2回戸で敗退し、王座から陥落した。この試合は、リングマガジンのファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。1974年1月28日、モハメド・アリと北米王座をかけて、リターンマッチを行うが、不運な12回僅差判定負け。1975年10月1日、 モハメドアリの持つ世界ヘビー機王座に挑戦するが、14回 TKO で敗退。14回終了後、本人は戦う意欲を持っていたものの、セコンド陣はこれ以上戦わせると生命の危険があると判断し、トレーナーがフレイジャーの目が見えなくなっていることを目の前に差し出した指の本数を確認させてから試合を止めさせた。一方、 ありもこの時点で体力の消耗が著しく敗北を覚悟してグローブを外してほしいとセコンドに頼んだという。この試合はリングマガジンファイトオブザイヤーに選出された。1981年37歳で現役を引退。2011年11月7日肝臓癌の試し去。67歳ボーツありがとうございます。